はい、こんにちは、116インズです。全30球団各チーム別のコンオフの主な補強と逆に選手の対談状況を踏まえて、それぞれのチームのオフへの印象などをお話しするこの企画、第4回の今回は NL 西地区となります。ここ10年ほどはドジャースがひたすらに強いという印象があるこの地区は、昨年もドジャースが MLB トップとなるシーズン111勝を挙げて圧倒したわけですが、ただそれを脅かそうとパドレスが積極補強の姿勢を全く緩めず、昨年のプレーオフ NLDS ではついにドジャースを破るにまで至りました。この他にも2021年に予想外に107勝を挙げたジャイアンツ、若手の成長が光るダイヤモンドバックスなどもいたりと、実は例年よりも混戦になりそうな雰囲気もあるこの NL 西地区ですが、コンオフの各チームの動きはどうだったのでしょうか。振り返っていきましょう。まずは昨年111勝を挙げたロサンゼルスドジャースから。 MLB 全球団が羨む豪華な戦力を誇り、レギュラーシーズンでも圧倒的な強さを見せたわけですが、ただコンオフは例年のドジャースと比べればかなり静かな穏やかなオフを送りましたよね。トレイターナーやタイラー・アンダーソン、ベリンジャーといった主力クラスの選手たちが多く退団した中で、その穴を全て必ずしも埋めるような補強は行っておらず、また代わりに入ってきた選手たちも1年契約が中心であることから、意図を持ってペイロールの整備を進めていることは明らか。今季オフに大谷翔平選手が FA 市場に出てくる予定で、ドジャースは大谷選手獲得に向けてそのような整備を進めているのではないかとしばしば言われているところではあります。なので今年はつなぎの年ではないですが、ドジャースはプロスペクトも豊富に有しているチームですので、若手選手を中心に新戦力の台頭に期待しながら優勝を目指していくシーズンとなりそう。近年のドジャースとはちょっと違った戦い方を見せる年ともなりそうですよね。ただそんな中でノア・シンダーガードや JD マルティネスといった復活に期待ができそうなベテラン選手はしっかり確保。このあたりの選手たちが期待通り復活すれば、戦力の流出が目立ったとはいえ、依然として地区優勝は狙えるポジションにつけるとは思います。もちろん移籍した選手たちの影響を感じる場面も多そうな年とはなりそうですが、若い選手の力も借りながら今季どんなチームとなっていくんでしょうか。続いては上昇球団ドジャースをそろそろ捕まえたいサンディエゴパドレス。昨年はトレードデッドラインでフアン・ソトにジョシュ・ヘイダーとスター選手を相次いで獲得し、その甲斐もあってワイルドカード獲得、最終的にはドジャースを破って NLCS まで駒を進める充実の年となりましたが、コンフもまだまだ補強の手を緩めず世界一を狙う姿勢を明確にしているところですよね。タティス・ジュニアが今季開幕してすぐに復帰予定であるにもかかわらず、コンフのショートの FA 市場目玉選手の一人ザンダー・ボガーツと11年契約という超大型契約を結んだ時には本当度肝を抜かれましたし、さらにはマニー・マチャド、ダルビッシュ選手とも長期契約を結んで主力選手の引き止めにも成功。一体どこからそんなお金が出てくるんだとも思いますし、そんなに長期契約連発して数年後大丈夫なのかよと思ったりもしますが、ピーター・サイドラーオーナーとしては近い将来何としてでも世界一を取りたい、そんな思いの強さも感じますよね。オフの終盤に若を獲得していたので多少マシとはいえ、マスグローブのアクシデントでちょっと先発陣に不安があったりですとか、外野も本当にタティースにいきなり任せて大丈夫なのか、またスター軍団すぎてデプスの不安などあるにはあるんですが、ドジャースを追撃する体制は整いつつあると思います。今季ドジャースが例年よりは戦力面でトーンダウンしてのスタートとなる以上、パドレスとしては地区の頂点、そしてその先の世界一を是が非でも狙いたい年となりそうですね。続いてはサンフランシスコジャイアンツ。ジャイアンツとしてはコンフの目標としてチームのコアとなるスター野手の獲得があり、アーロン・ジャッジ獲得へかなり積極的に動いたりですとか、カルロス・コレアとは一時契約合意にも至ったりしたわけですが、ただその契約も破談となってしまい、結局ゴールとしていたスター選手獲得とはなりませんでした。そこにつぎ込むはずだった資金を他の FA 選手獲得に投入し、結果として中堅レベル以上の選手たちを多くチームに加え、戦力の底上げ自体は図れたのではないでしょうか。先発陣ではエース格のロドンが抜けたのは大きな痛手ではありますが、マナーヤとストリプリングの加入、マナーヤに関しては復活すればロドンが抜けたとは言っても、全体的にはソリッドな面々になるのかなとは思っています。一方で気になるのが打線ですかね。ピーダーソンをクオリファイングオファーで残し、さらにハニガーとコンフォルトも加入して、トータルの長打力はだいぶアップした感がありますが、やはり明確なコアはまだ欠けているのかなと。そこがどうなるんでしょうかね。本当だったらそこにジャッジですとかコレアですとか、そういった面々を加えるのがフロントの理想だったとは思いますが、それができなかった以上、あとはもう現場の運用でカバーしていくほかないでしょう。2021年のジャイアンツが野球界の予想をいい意味で裏切ってシーズン107勝を挙げ、地区優勝した時には選手の運用が特に光ったわけですし、そこをうまくやって上のドジャースやパドレスを脅かすチームとなってほしいですね。4チーム目はアリゾナダイヤモンドバックス。2021年は MLB 最多敗戦タイと負けまくりましたが、昨年は先発陣のブレイクなどにも助けられ、2021年から22勝を増やす結果となりました。
昨年の勢いに乗りさらに上を目指したいコンフのダイヤモンドバックスは外野陣の余剰をうまく補強に生かした印象で、クーパーハメルをマリナーズへ放出したトレードでは近年怪我で思ったようなプレーはできていないものの、2020年新人王にも輝きポテンシャルも十分あるカイル・ルイスを獲得。昨年ウィンザーボリプレイスメントの面ではキャリアイヤーとなったドルトン・バーショーをブルージェイズで放出したトレードでは球界屈指のトッププロスペクトで、強打の正捕手候補であるガブリエル・モレノも加え、コルビン・キャロルなどただでさえ楽しみな若手が多いチームでありますが、さらに楽しみな選手が増えたと。また昨年ファングラススタンスのウィンザーボリプレイスメントが MLB 最下位だったブルペンには、頼れる左腕アンドリュー・チェイフィン、ヤクルトでクローザーとして活躍したスコット・マクガフ、その他ウェイバーなども含めてかなり量を確保した印象で、昨年の二の舞とはならないようこちらも準備を進めてきました。若手が中心のチームでデプスの面でも地区内の上位チームと比べるとまだ見劣りする感はありますので、今年いきなりプレーオフ進出とはなかなかならないでしょうが、ただコンテンダーへは着実に近づいていまして、今季はまずはシーズンでの勝ち越し、コンテンダーとなるべく弾みをつけるシーズンとしたいところですね。そして最後はコロラドロッキーズ。昨年オフはまさかのクリス・ブライアント獲得に動き、球界を驚かせましたが、ただそのブライアントが怪我でほとんど稼働できず、投打ともに振るわなかったことから最下位に沈んでしまいました。同じ地区の中では他の4チームが勢いをつける中で、ロッキーズの現状の立場は苦しく、それを理解してかは分かりませんが、コンファ・ジョンソンやハンドなどを獲得してブルペンを多少強化した程度で、あまり目立った補強には動きませんでしたよね。むしろ目立ったのはロッキーズのオーナーディック・モンフォートの発言であり、彼は現状のロッキーズの戦力にかなり自信があるようなんですが、その中でなぜかパドレスの積極補強の姿勢に対する苦言を述べてしまい、批判を浴びたのが一番注目されたというのは何とも悲しい限り。とはいえモンフォートオーナーが自信を持つようにロッキーズのマイナーは着実に整備されつつあり、楽しみなプロスペクトも増えてきているのは事実です。まだまだ全員が全員メジャーレベルで通用するような選手たちばかりではありませんので、今季いきなりインパクトを残すとかそういった話ではないと思いますが、今季はメジャー、マイナー含めて若手の成長を待つ我慢のシーズンとなりそうですかね。という感じで NL 西地区のオフを振り返ってきました。いつもなんだかんだドジャースが強いんでしょと思ってしまいがちな地区ですが、今年は例年よりもドジャースに不確定要素が多い中で、パドレスの本気度が本当に実るのか注目したいポイントですし、スター選手との縁がなかったジャイアンツは個人的には報われてほしいという思いもあります。この他ダイヤモンドバックスは楽しみな若手も多く、そこの飛躍も期待したいですし、いつもとはちょっと違った NL 西地区の戦いがもしかしたら見られるかもしれません。このあたりがオフシーズンを振り返っての印象となりますが、皆さんはいかがだったでしょうか。 NL 西地区の各球団のオフについて皆さんの感想などぜひですねコメント欄に残していただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですねMLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。